土山秀夫4月23日から2017年9月2日は、日本の病理学者、医師。長崎大学名誉教授、長崎平和宣言文基礎員核兵器廃絶長崎市民会議代表、核兵器廃絶、地球市民長崎集会実行委員会顧問、長崎県九条の会共同代表ほか、元長崎大学学長、 世界平和アピール7人委員会委員。1925年4月23日、長崎県長崎市に生まれる。1943年、長崎県立長崎中学校を卒業。1945年8月9日、午前中は長崎を離れていたが、夕方に長崎に戻ったため、被爆。1952年、 長崎大学長崎医科大学を卒業。その後、長崎大学医学部助手、講師、助教授を務める。1957年5月、長崎大学医学博士。論文の題は、無能児の内分泌系臓器に関する、病理学的研究。1959年、イリノイ大学客員研究員までを経て、1969年。 長崎大学医学部教授となる。1982年10月1日、長崎大学医学部長に就任。1986年9月30日、長崎大学医学部長退任。1988年10月11日、長崎大学第10大学長に就任。1992年10月10日、長崎大学学長退任。2000年11月、 君に当局日、重光明受賞。2017年、十三日に除される。平和活動家としても知られ、1990年、長崎平和記念式典の平和宣言文基礎委員、2004年世界平和アピール7人、委員会委員を務めた。2010年12月長崎市名誉市民に選ばれ、2011年名誉市民年金全額を、元に、 土山秀夫平和基金を創設した。ありがとうございます。